側弯症を自分で治す。ジャパニーズヨガの夏美です。今日の動画は普段の姿勢の積み重ねによってできた側弯症で、それを自分で治すための動画になります。この歪みの原因は普段の姿勢やお食事や精神面などが影響することが多いと思うんですが、今日は運動法によって自分の体が無意識でまっすぐなポジションに戻ってきやすいように行っていきたいと思います。実はヨガの生徒さんからのお悩みでも多いのがこの側弯症で、例えば病院でレントゲンを取って側弯しているとものすごくショックを受けて、これはもう老後歩けなくなるかもしれない、一生治らないかもしれないってすごく落ち込んで相談してくださったりするんですが、大丈夫です。というのは今まで多くの側弯症の生徒さんを見てきたんですが、ヨガを積み重ねているうちにいつの間にか良くなったという声が本当に多いんです。その理由なんですが、基本的にジャパニーズヨガが目指していくものというのは、お一人お一人が無意識でも自分の体をいい姿勢で保持できるようになるために、いろいろな不思議な格好をしたり、体をほぐしていったり、伸ばすというストレッチをしていったり、または体幹を鍛えていったりということを繰り返していきます。それをすることによって無意識でもいい姿勢、いい姿勢とは骨格のバランス、ポジションが整っていて適度に筋肉が使えるような姿勢ということです。そこに向かっていくと自然にこの側弯症というのも改善していくと思います。今日は今まで側弯症で相談を受けてきたケースで最も多かった側弯症のこの体の癖についてアプローチをかけていきたいと思います。まずこの骨盤が歪むことによって背骨が曲がり、それを上半身で戻そうとすることによってこう背骨がカーブするというお話をしました。ということは正しい骨盤の位置を体にインプットし、その上で背骨を立てていくというのを無意識でできるようになれば側弯症というのは改善していきます。よって自分の体に対してのこの感覚というのを呼び起こしていく必要もあるんですね。今日はまずステップ1では最も重要なこの骨盤の位置というのを一緒に理解していきたいと思います。そしてステップ2以降は最も多い傾向がある、体のこわばりや筋肉の過緊張となっている部分をほぐせるようなポーズをいくつか紹介していきます。では一緒に始めていきましょう。最初立ち上がった時にヨガの基本の姿勢というのを一緒にマスターしていきましょう。タダーサナ山のポーズと言いますが、まず足の裏を左右平行に下ろし、その時にガニ股になっていたり内股になっていたりという土台が崩れていると把握がしにくいので、足の裏左右平行というのは人差し指から始めてかかとの真ん中を線で結んでまっすぐな状態というのを理解していきましょう。ではその状態から自分の膝真ん中にあるか、そして太ももですね。でやっと骨盤に来たんですが、この時に骨盤をサンドしてみると今自分の骨盤が起き上がっているかというのがわかると思います。人によっては特に側弯で多い方は少しこの前側が縮む傾向があります。こうなってくると例えば骨盤っていうのがすごくブレやすくなるんですね。でも骨盤が起きているとそんなにブレないです。ここが縮んでいることによって骨盤が倒れて土台がブレにくいという体になるので、まずは真ん中というのを意識づけしてみましょう。ではそのまま手を仙骨という骨盤の真ん中に当てていきます。ちょうどお尻のほっぺがありますね。その真ん中になります。腰のすぐ真下、この骨に手を当てて、分かりにくければサンドしてもいいので骨盤を起こす意識でいきましょう。さあつま先を立ててトン、つま先を立ててトン、この動作繰り返します。
頭頂は上に引っ張られるようにつま先立ててトン、つま先立ててトン。自然な呼吸でこの仙骨に触れていることで骨盤がぐっと起きやすくなるんですね。そして私たちの生体電流の流れが良くなる仙骨の調整法です。あと3回ぐらい一緒に行っていきましょう。さあ、トンとついたらもう一回膝をゆるゆるっとさせて、大事なのは足の裏の安定です。よく親指、小指、かかと、均等に体重を乗せるというふうにヨガでは大事にしている要素なんですが、この感覚を維持して膝を伸ばして骨盤を立てる、これを普段の生活でぜひやってみてください。ちなみにそこからこの頭頂が上にスーッと引っ張られるように背骨を立てていきます。またあんまりいい姿勢しようとして胸を開くということはしなくて大丈夫です。肩をぐっと上げて、はあ、力を抜く。ただこれだけでまっすぐな姿勢というのが意識しやすくなるので、これは基本姿勢であり、普段日常で気がついた時に、あ、今骨盤が起きているかな、仙骨がしっかり立っていて骨盤が起きていてまっすぐな姿勢できているかなというふうに何度も何度も繰り返し日常で意識していくことが大事になります。で、これを積み重ねていくと、このいい姿勢というのが体に浸透してインプットされます。そうしていくと大体3ヶ月程度で無意識でもいい姿勢というのが保持できる体になっていくので、根気よく続けてみてください。ではステップ2になります。さっきお話でこの足の前側が縮こまりやすくなると、このお尻が引けて骨盤がぶれやすくなりますよというお話をしました。ついでに言うと、それによって足が内側にねじれていく方や、この骨盤が倒れることによっていい姿勢をしようと思ってこの背骨が反ってしまう方、または同じく肩が内側に入ってしまう方など、さまざまなねじれが体でできやすくなります。今日はそのねじれを解消するために、まずキーになるのがこの太ももの前側ですね。そして足の内側の筋肉、また体側側の筋肉もしっかり伸ばしていって、まっすぐ体が維持できるような体作りをしていきます。ではまず膝を立てたポジションに入っていきましょうか。右足を一歩外側に開きます。で、この時にやっていきたいことは、膝の真横にかかとがあって、つま先はマットの短い方向に向けましょう。まずは内ももをしっかり伸ばす体操をしていきます。ぐっと膝を曲げて、股関節が伸びているかなと確認してみてください。体重をかけた時にかかとの真上に膝ですが、しんどいなと思ったらもう少し楽なところに戻しましょう。また膝が痛むと思ったらタオルなどを引いて安全に行ってみてください。さあ、では曲げている膝の方に手を伸ばしましょうか。まず内ももを伸ばしながら、鼻から吸って背を伸ばし、今度は左側にねじっていくように、私は鏡のように動きますね。で、反対の手は骨盤のあたりに添えてしまっていいです。余裕があるなと思ったら少し膝を踏み込んで股関節にも効かせていきましょう。優しく何度か膝曲げて緩めるを繰り返してもいいです。内もものあたりが伸びてるなという実感を作りながら、OK、では一旦伸ばして、この足を今度スルスルっと膝伸びた状態からつま先を斜めか正面に向けていきましょうか。ここでも骨盤の真ん中を意識したいのでセンターを起こします。ちょっとセンターに向きにくいと思えばまた足をずらしたり、ここで自分の感覚がとっても大事なので、この骨盤の出っ張ってる骨、平行かを確認してスタートしましょう。では伸ばしている足の方に手を伸ばし、息を吸って左手高く上げ、吐きながら側屈です。この肋骨と肋骨の間がスーッと伸びるように、そして
ここでもお尻が引けていると骨盤の安定が測れないので、お尻がぐっと後ろから押されて前、付け根が向いている状態ですね。開いている足の付け根が開いている状態にして側屈しましょう。しんどいと思ったら少し楽に戻って、またふう、呼吸は循環させながら。OK。では吸ってセンターに戻ってきたら、両手を下ろし、開いている足をもう一度、だいたい腰幅程度にして、左足を横、膝の横にかかとが来たら、つま先はマットの短い方で、内ももを伸ばしていくように少し膝を曲げていきましょう。痛みや違和感がなく内もも伸びている感覚があれば動き止め、足の内側手を伸ばして少しガードします。では吸って背をスーッと伸ばした後、視線を右から後ろ振り返るようにしましょう。余裕だなと思ったらもう少し膝を踏み込みながら股関節周りにいい刺激を送ります。OK。 ではゆっくり膝を伸ばしていって、この足をずるずるっと滑らせて、つま先正面から斜めに向けてみてください。ずれないように軸足の膝の真上にだいたい股関節にしておいてくださいね。ではポジションが決まったら骨盤左右の高さを整え、お腹一つ引き上げるのと、お尻が引けてないかしっかり骨盤を起こしていきましょうか。では伸ばしている足に手を添えて、息を吸って右手高く吐きながら、伸びた背骨を優しく側屈です。もしかしたら体の縮まっている方の伸びる、そこが結構ググッと引っ張られる感覚とか、あ、硬いなっていう感覚出てくるかもしれません。特に側腕の場合は左右差が出てくると思うんですが、自分の体を理解するという感覚で優しく呼吸を通しながら行いましょう。OK。ではゆっくり体をセンター、一旦手を下ろして膝を揃えて、ここからは腸ほぐしというお腹のほぐしをしていきます。そして体側もほぐしておいた方が効果が高まるので、体側も少しさすっておきましょうか。脇の下のあたりから肋骨を優しく撫でる、または揺らすでもいいです。そして反対、さあではうつ伏せです。両手パーかグーの状態で足の付け根に挟んでいきましょう。痛みなどがなければ骨盤をゆらゆら、太ももの前から足の付け根、さらに手を上らせて、ちょうどおへそのあたり、下腹部からみぞおちの方に向かって、でこの腸ほぐし、痛み違和感がなく物足りないなと思う方がいれば、膝を曲げて左右にパターンパターン、お腹のこわばりを柔らかくしていくことで、ここでも縮こまりやすい筋肉をほぐしていきます。OK。 では動きを止めて足を後ろで、手を解放したら、今度グーの手でいいので腰回りを撫でましょう。背骨を挟んで、ちょっと届かないなという場合は指先を立てて少し撫でるみたいな形でもいいと思います。さあでは今度はそのまま、画面に向かって横向きになりましょう。私は、鏡のように動くので、ちょうど左の肩の下に肘がついています。そして流している足ですが、膝を軽く折り曲げて直角程度、今度はこの足、上の足を
足首キャッチしましょうか。で、この状態ちょっときついなと思ったらだらんと楽になって横向きに寝ながらでいいです。さあ、では膝を後ろに引くような感じでもも前を伸ばしてみましょう。自分の中で心地いい伸び感じられるところで行います。さあ、では今度そのまま仰向けになって、仰向けになったら、左の足、膝を上に引っ掛けましょうか。そして足を、キャッチできる場合はキャッチしましょう。今度は反対の足の太ももやお尻が伸びてくると思いますが、伸びにくいなと思ったら少し外側に足を逃がすようにしながら、続いて足を戻して逆側に入っていきましょうか。同じく膝を折り曲げて上の方の足をキャッチして膝を後ろにぐーっと引く。ああ、ももの前が伸びるなという角度を探りながらストレッチです。で、それが終わった後に仰向けになり、反対の足を太ももの上に乗せて、余裕があればさらに足を抱えるようにしてもも、お尻のストレッチをしていきましょう。息を吐き出して余分な力みは取っていきます。さあ、では終わったら膝を立て、左右にリセットでパタンパタンと揺らし、そのまま横に倒れてゴロンと起きてもいいですし、膝裏に手を添えてゆっくり上体を起こし、ここで最後、脳幹の活性法というのをしていきます。今日は特に骨盤、土台が安定して背骨がしっかり立つようなポジションを無意識でも行えるように、キーとなる筋肉をほぐしたり使ったりしていきましたが、この脳幹というのは脳の幹にあたる部分で、私たちの無意識で営まれている、体の根本の機能を司っているんですね。例えば自律神経であったりホルモン分泌の調整も全て脳幹が指令を出しています。その他に骨格とか脊髄系にも働きかけます。これは特に無意識時の姿勢というのがもうこの脳幹によって運営されているようなものなんですね。なので今日はここを活性することによって、自然と体が正しいポジションに戻ってきやすいようにしていきます。やり方はとても簡単です。正座でもあぐらでもいいので、拳を作るか手を立てる姿勢にしましょう。分かりやすいように私は後ろを向きますが、だいたいこの頭蓋骨のすぐ下が頸椎です。7つ頸椎があるんですが、一番上と2番目ぐらいのところに脳幹が挟まってます。なので後頭部のあたりや首元を優しくトントンと叩きます。これは優しい振動でよくって、口元もポカーンと緩めながら、ほわほわほわっと振動が広がるようにリラックスしながら行ってみてください。では動きを止めて解放した後、肩を一回し、なんだかほわっと肩が柔らかくなったり温まるような感覚になる方も多いと思います。さて、今日の動画いかがでしたか。今日は自分で側弯症を改善していくというテーマでお送りしました。少しでも自分の体は自分でケアできるんだということを自信につなげてもらえたら嬉しいです。ということで、今日の動画が良かったよということであれば、いいねボタンで教えてもらえると嬉しいです。コメントなどもとっても嬉しくて全て読んでいます。
またジャパニーズヨガの公式 LINE では、心身を整えるというテーマで様々な動画をプレゼントしています。興味がある方はぜひこの動画の概要欄のところからリンク貼り付けておきますのでチェックしてみてください。ではここからの日も笑顔が自然と増えて心地いい一日になりますように。今日もありがとうございました。